よし、最高。あどうしやだ、消えんだよ、消えんだよ。へい、最高、カブト割り。よっしゃ、カブト当たらん。当たってる。やったー。みなさんこんにちは、モンハン初級者です。今日も主ディアブロス重大事変に行きたいと思います。前回動画外で練習している時にまたバルファルクが助けに来てくれて、このまま倒しちゃったんですよね。主陣王が重大事変の時も同じようなことが起こって、私は最初の方の動画ではバルファルクばっかり戦いに行くほどバルファルク大好き人間だったんですけど、いつもピンチの時に助けてくれるのでさらに大好きになりました。でもそれではモンハン初級者としての名が廃るので、今度こそ動画でちゃんと一人で討伐したいと思います。今回はクシャルダオラの太刀を使うのをやめて、前回重大事変玉道ねの動画で使った切れ味が最高のバルファルクの太刀でいきたいと思います。なんだかんだこっちの方が切れ味が落ちない分火力が上がるのか、すごい戦いやすく感じたんですよね。もうこのクエストに勝てるのはもう半分まぐれみたいなところがあるので、今日勝てるとは限らないです。よし、行くぞ。火力も上げていこう。はい、行きますよ。まずは方向を。OK! あ。あ、なんか、総流待機してる人がいる。これ、ラーシャに当たったよね。マジか、もう。あ、やばい。よし、コタル行きますよ。よいしょ、当たってない、なんということでしょう。出だしはいい感じかもね。回復薬も3つしか使ってないから集中していくぞ。はい、方向、あれ方向はやだー、もう近いんだよ。はい、このタイミングです。あ、眠る。ゲージ回収、よーし、行くぞー。よいしょ、よし、最高。あもうやだ、カブト割りが下手なんだよな私。ディアブロスの行動パターンを覚えるのめちゃくちゃ大変だと思ったのは、ほとんど足元にいるから今何を攻撃してるのか見えにくいから、他のモンスターより覚えるのが時間かかりましたね。3段階目起こった時はまだ対応できないと思う。消えんだよ、消えんだよ、消えんだよ。やばいぞ、やばいぞ。あ、ダメ。もう、違う、ごめんなさい。ど根性が切れた途端不安になるんですよね。しかもディアブロスが怒るにつれてどんどん私も焦っていく現象、何なんでしょうね。落ち着いていかないとダメだな。はい、最高でーす。消えんだよ。おっと、倒れている、倒れているよ、倒れ、なんで遠いよ、ちょっと当たる、当たらないよね。まったく、もう疲れましたね。はい、疲れている。はい、はい、見切り。はい、見切り。はい、カブト割りしたい。はい、カブト割り。疲れてますね。疲れている、カブト割り。よし、疲れてるな、ずっと疲れてるね、なんか、なんで。めっちゃ疲れてるな。よし、カブト割り。はい。あ、避けるよ、避けるよ。よいしょ。あはー、ダメだー、もう。はい、
最高、カブト割り、はい、よっしゃー、はい、あはい、最高、あ、巻き、巻きて、巻きて、はい、あ、危ない、もうスタミナギリギリだよ、来ますよー、わかるんだけど、逃げましたね、すごい切れ味がもう赤ギリギリになってた、はい、最高です、カブト割り、あー、ちょっとタイミング違うんだな、はい、カブト当たらん、よいしょ、はい、いやー、いいよー、当たらん、なんでよー、もう尻尾取れました、ダメだ、おお、来た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 、これさ、視界から外れるから避けられないんだよ、ほら、もう、ダメダメ。あ、ラオちゃん来た。いや、君もう乗れないでしょ？あれ？さっきの、あ、結構時間経ってんのかな？よーし、コタルー。コタルできなかったー。はい。あー！どうしよう。どうしよう。あと1回か。やばいなー。いけるかな、やっぱ3回目起こった時がね、どうしてもダメなんだな、あの子ここ来ますね、来たぞ、あ、やったー弱ってる、あ、これやばい、やめて、あーやだ、マジでやだ、買ったんだよ、あれ、あれ見切りしたら絶対落ちるって思ったんだよな、もうコマンド押した瞬間にもう悟りましたね、やっべやっべ本当にミスが許されないクエスト、弱ったのにな、19分、うん、はあ、主ディアブロスはもう何十回も言ってるんですよね、毎日毎日、それでも全然勝てなくて、あー、やっぱ3段階目起こった時の技をいかに捌くかによるというか、あれ避けないと落ちるから、なんか3段階目起こった時のディアブロスが溜めるのを見たら、その場から離れないと、あれ見切りのタイミング完全に間違えましたよね、でも倒せるようになったら絶対楽しくなると思うので、次回もまた頑張ります、何度もお付き合いさせてしまってすみません、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました、ディアブロス重大事変を倒せるまで頑張りますので、よかったらチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。次こそ勝ちたい。